ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今画面に表示しているのは Amazon の Huawei P10 Plus 販売ページとなります。この P10 Plus は1年前の Huawei のフラッグシップモデルとなります。現在は発売からしばらく時間が経ったこともあって、価格は安くなって6万円弱で購入できるようになっています。発売当初の OS としては Android 7.0 だったんですが、ちょうど今週から Android 8.0 へのアップデートが提供されています。安いスマホの場合ですと、購入してから OS のバージョンアップが受けられないっていう場合が多々あるんですが、こういったフラグシップモデルの場合は、OS のバージョンアップが一度か二度は受けることができます。なお今回の Huawei P10 Plus の OS アップデートには、不具合修正など細かい点の改善も含まれています。ですので、現在の Android 7.0 で満足しているという方も、今回のアップデートは適用しておいた方がいいのではないかと思います。なお、Huawei というと、最新モデルで Mate 10 Lite などミドルレンジの製品も発売されていますが、最新のミドルレンジに搭載されている CPU は Kirin 659という CPU で、この P10 Plus に搭載されている Kirin 960よりもかなりスペックの落ちたモデルになっています。ですので、最新のミドルレンジを買うよりは、今値下がりしているこちらの P10 Plus などを買った方が、スペック的にはかなりハイスペックになります。発売当初は7万円以上して、なかなか手が出せなかったこの P10 Plus ですが、今は6万円弱で購入できるようになってますし、OS も Android 8.0 にアップデートすることができますので、綺麗な写真が撮れて、なおかつ処理速度の高いスマホが欲しいっていう方は1年前のモデルではありますが、こういった製品が結構狙い目だと思います。なおこの Huawei P10 Plus 販売ページですが、この動画の概要欄の方にリンクを貼っておきます。詳細なスペックや実際に購入された方々の口コミなどが知りたいっていう方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。